はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回は格闘ニュースランキングについてです。今週の第6位です。斉藤豊〇〇に宣戦布告についてです。我らのライジンシュートラーメンお米四冠王の斉藤豊選手ですが、なんと次戦が決定したという噂があります。まあ、クラベル選手に決定とか金原選手等々言われていますが、もしくは大穴で萩原恭平などが盛り上がるのではないでしょうか。そんな中、大胆な匂わせをしたのが坂木原代表と斉藤豊選手でした。なんと麻布十番にあるたい焼きを頬張っていたのです。これは確実に全然フルスイングしない魚井選手、たい焼きですから魚井選手を食べるという意味で魚井選手と戦うのではないでしょうか。絶対違います。次に第5位です。スーパーライジン2レジェンド参戦決定についてです。スーパーライジン2はあと2試合追加試合があると言いながらも全然じらしプレイで発表しません。もうあと1週間もかかわらずじらすプレイで発表しないということは、発表したところで大した意味がない選手だと思います。なんと金魚の噴今回のトップオブトップのレジェンド白川ポテトアホのほどヘッドポテトアホが宣戦するとのことです。これは金魚の糞の末っ子ヒロヤこと糞屋がしょうもない動画で7月30日に出るメンバーが結構多いんでね、もうミクルさんとかリクトさんとかと、実は白川アホのほどペットダークポテトヘッドリクトバカが参戦することを伝えてしまったのです。ただこのまま発表されずにもう普通にジモキックとして前座の前座でピットブル弟にボコボコにされるでしょう。次のニュースです。第4位です。平達郎、快挙達成です。なんと、我らのポンデリングよりも甘い平達郎選手が快挙を達成しました。ゴング格闘技の表紙に抜擢されたのです。しかもこのような、よくわかりませんが、ポーズを取り、めちゃめちゃイケメンの表紙でした。ゾウファミリーは一人5冊は買ってください。僕も早くアマゾンからドバイに届くのを心待ちにしています。しかも、明日のシュート後楽園大会になんと平達郎が来場し、パンフレット買った人にはツーショットチャンスがあるそうです。僕はちょっとドバイからですので後楽園は行きませんので、惜しくも行きませんが、もし後楽園に行く人はぜひツーショット写真を撮ってハートポーズをしてもらってください。みたいものです。次に3位です。エロテロリスト平井月ちゃんエロイベント開催についてです。我らのエロテロリストこと平井月ちゃんですが、なんとエロイベントをするそうです。と言ってもよくわからないタトゥーを入れる場所でお酒を打ったり、ソフトドリンクを打ったりしてフラッと遊びに来てくださいと書いていました。さすがにタトゥーを掘る場所にお酒とソフトドリンクだけでは済まないと思いますので、おそらく格闘ファンが行ったら首投げをされ、アームロックを決められ、そのまま平田樹ちゃんの顔をタトゥーで掘られ30万ぐらい請求されるでしょう。気をつけてください。次に第2位です。朝倉みくる VS 鈴木千尋全面戦争についてです。なんと鈴木千尋がみんなが思ってることを普通に話していました。これは朝倉みくるケラモフがフェザー級タイトルマッチになったことについて、だっておかしいじゃないですかと大笑いしながら否定していたのです。まあ確かにクレベル一強でクレベルに一歩負けした朝倉みくんとケラモフ選手が普通にタイトルでも何でもない試合だったにもかかわらず、クレベル選手が 400g の軽量オーバーで剥奪されたからといって、これが決定戦になるのはおかしいでしょう。もちろん剥奪されてから新しいカードが組まれて決定戦、まあタイトル戦だったらいいのですが、繰り上がりというのはおかしいと言います。しかも最初はケラモフミックンの勝者がクレベル選手と戦うとこと言ってたのに、話が2点3点し、いきなりミックンとケラモフが対等戦になるわ、クレベル選手は一戦挟んでからこの勝者と戦うわ、もうクレベル選手に冷たく、朝倉ミックンに甘々の裁定となっています。そこに普通に疑問を呈したのが鈴木千尋ではないでしょうか。ただこれで鈴木千尋は朝倉ミックン信者にボコられるでしょう。早くおばさんの紐に慰めてもらってほしいものです。そして今週の堂々の第1位はもちろんこの人、オギチャンネルです。なんとオギチャンネルはやはりさすがというか、ゾウ理解のプリンスらしく快挙を達成しました。なんと減量ご飯に消しゴムを食べていたのです。これでお腹を壊して減量は成功し、体調不良で秒殺されるでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。明日日曜日10時からライブ配信ご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。